96穴型マイクロプレート、エライザなどに用いる。マイクロタイタープレート、またはマイクロプレートは多数のくぼみのついた平板からなる実験、検査器具で各ウェルを試験管あるいはシャーレとして利用するものを言う。生、科学的分析や臨床検査などで盛んに用いられている。特によく用いられるのがエライザである。ウェルの数には6、24、96、 384? などがあり、最高で9600血のものもある。全体は長方形で、ウェルが2、3の割合で並んでいる。ウェルの容量は数マイクロリットルから数ミリリットルである。6血のものは微生物や培養細胞を培養するためのシャーレ代わりに用いられており、これを試験に使うことで操作及び結果比較が容易になっている。また、 穴が多数のものを用いれば、同条件下で多数のデータを得ることができ、作業の省力化、資料の減量やデータの精密化に寄与している。多数の資料、情報を一度に処理しようとする現代生物学、科学等の流れにも合致するものである。ハンガリー人微生物学者、ギュロトカーチィが1950年にアクリル樹脂で作成した82列のものが最初である。 その後次第に利用範囲が広がり、1990年頃までに汎用品として多数のメーカーで製造されるようになった。材質としては、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリスチレンなどがあり、ガラス製も用いられる。ウェルの底は、平らなもの、丸いもののほか、細長いマイクロチューブを多数組み合わせた形式のものもある。これらは目的に応じて使い分けられている。 関係機器としては、マイクロプレートを用いて、急行、傾向、発行を検出、測定するためのマイクロプレートリーダーが特に重要であり、これによって微量かつ多数の資料の測定を同時に行えるようになった。その他マイクロプレート用の遠心機や資料の出し入れ、洗浄などを自動的に行う装置も盛んに用いられている。 そのため1990年代から2000年代にかけてマイクロプレートの寸法、材質について標準化が行われた。ありがとうございます。